ジャガージャガー、どうしちゃったの？ナガ、わかるの？これはまさしく病気だな、ジャガーは。それはわかってるわよ。辛そう。助ける方法はただ一つ。この欲望の森に住んでいる芋仙人が薬草を持っているはず。うわ、この森は迷い込んだ者の心を読んで罠を仕掛ける。みんな好きなものを見ても無視して。もう捕まっちゃった。いや、どうなるかと思ったわ。芋仙人様、友達の芋が病気なんです。薬草を分けてください。いやじゃ。どうしてよ。ケチケチしないでよこしなさいよ。お前たちが存在する意味は何じゃ。醜い姿に生まれ、人間にも食べられず、何の意味もない存在。そんな奴らを助ける価値などない。黙って聞いてれば言いたいこと言って、いいわよ、力ずくで奪ってやるわよ。ふい。うわ。